医療課長特急の帰ってきた無謀な桑田で第第18 181回。らっしゃい。医療課長特急です。そして。はい。リモートで立花でございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。ということで、あれですかね。まあ、1ヶ月ぶりぐらいですかね。はい。はいはいはい。前回が10月7日でしたからね。はいはい。いや、だからもう、 あれですよもう11月になっちゃったからねもうあのなんか単独ライブがもうねなんか近いというもうなんかモード的にはそんな感じですよもうはいはいはいもう1ヶ月とちょっとって感じですよね、うん、12月11日にねあの9点やりますからもうチケットはこの前ついねあのこの前の土曜日に発売したばっかりですから、はい、はいはいはいまたね配信もありますからね配信のチケ,チケットは えー、11月12かなまた全国でねあの見ていただけますね生配信とあとアーカイブもありますからあの見ていただいたらいいんですけど、はい、いやあ今年はだから下半期ねあの前も言ったかもしれないけどねむちゃくちゃ困ってますよ本当にはいはいはいニュースですねニュースがなんかいい感じのが本当にないんだよね <laughs> 本当にない <laughs> いい感じのがない、ね いや、いい感じのがっていうか、上半期、なんか語りやすいというかね、あんまりその、なんか酷すぎずったらおかしいけど、悲しくなるようなニュースも嫌だし、なんかもう不倫とかさ、そういうのはもうちょっとうんざりだしさ、なんかね、か、かといって、かといったあれでしょ全面的にさ、その橋本カンナちゃんとさ、中川大志くんが付き合ってるってことをおめでたいってことを俺が伝えてもおかしいだろ本当に。 あのカップルでもそういう回があってもいいんじゃないですか、ね、いや,いかあ,いやあのカップルどう思うよ、まあ、別に本人たちは何もコメントしてないけどあれ、まあ、一応ね中川さんは否定してたんじゃないですかねか中川さん否定してんの本当に確かに、はいね、男らしくないやつだな本当にいやでももう <laughs> なんか文句がつけようがなくても困るよね なんかね, <laughs> そうですね本当になんかもう隙がないですねちょっとはいいやだからなんか多分もうあれだと思うよ、まあ、橋本環奈もそうだけどその中川大志くんのね、まあ、あんだけモテるだろうからモテるっていうかねあんなんだから、あのー、人気者だろうからやっぱり女性がね今までいなかったわけじゃないだろうからあのー、なんかそういうのを今狙ってるだろうな狙われてるだろうな多分実はなんかちょっとこうね 同,なんか同じ時期にちょっとそういう女性がいたかみたいな感じで。あの、で、なんか、またあの、犬好きみたいなね。あの、犬をお互いのね、なんか忙しいだろうからちょっと、あの、家にね、預けたりなんかしてな。ああいうさ。だから、もうあれだよな。俺なんかもねうう、犬飼ってないからダメなんだよな。犬飼ってないからはい、はい犬。犬飼ってたらもう、その中にもう入っててもおかしくないもんな。もうだから、なんかね、大志くんと、 ね、忙しかったらもう俺預かるし、か、かんなちゃんが忙しかったらもう俺,俺が預かって、ね。<laughs> あの、さ、三人でもその間に俺がもう入ってもおかしくないもんな。犬、もし犬好きだったらな。もうそういうことだろ、だから、<や>結局。ね、うん。ね。いや、だからもうね、顔面、顔面最高レベルカップルとか、あの、言われてますからね。 でまたさらにあの紅白のね、司会なんかもあのー、やるから、そうだよな、だから、いや橋本環奈ちゃんもなんか、最初はね、なんか福岡の方のアイドルとか言ってな、なんかすごい可愛いすごい可愛い,いい子がいるみたいな、1000年に1人みたいなこと言われてるのか、なんか。まあそうでしたね、確か本当にこう、ファンの方が写真を撮ってね、それが話題になって。 アイドルの歴史が1000年ないのに言ってるのがすごいでしょこれ大体。<laughs> まあアイドルというか。<laughs> うね、いや、大体ね、あの、新日本プロレスの棚橋洋選手がね、棚橋良、100年に1人の逸材って言っ,言ってた時まだプロレスの歴史が100年経ってなかったんだから、大体。あの、<laughs> そういうことあったんだから。まだプロレスが <laughs> プロレスができてねまだその日本に来てね100年経ってなかったっていう問題もありましたけどね <laughs> だけどだけどい、まあ、っ,っちゃったもん勝ちだみたいな別に橋本環奈ちゃん自分で言ってないからね別にさいやだから中川君は鎌倉殿の,の13人に出ててなそうはい、はい、最後は何かこうまたこう今最近ねやっぱりずっとねあのー ね、やってきた、こう、仲間とかがね、だんだん死んでいく回なのよ。もうね、クライマックスに向かってね、ずっとこう、もう、家臣というか、まあ、家臣というか一緒にね、やってきたような、あのー、やってきたのがね、もう、やっぱ、謀反してね、御家人同士でちょっと、争ったりというか、粛清にあったりするような感じで、もう、死に、死に様が、ね、やっぱ、りすごいなんて言って、はい あのー、もう、グリー・シンさんの顔ももうすごいですよ。今もう、怖く、怖くてもう、ヒーロー、ね、主人公だけどもうなんかちょっとね、もう悪役みたいな感じに、あの、な、ね、なっちゃって。すごいけどね、やっぱ衝撃的な、あの、時期ありましたよね。本当にあのー、はい、鎌倉殿に関してはね、本当に。あのー、今月の、えー、26日ですかね。はい。なんと、うん、なんとね、 鎌倉殿が、えー、クランクアップということでね。えー、あのー、これがね、どういうことかわかりますかクランクアップっていうのは、よ、要するに、百合岡が、出て、出てないって、これからも出てくることがないってことが決定したんです、はっきりと。はっきりとですよ。百合岡がもう出てこないんですよ。これは、 ワンチャンあるんじゃないかっていうことはね、去年からちょっとこう、三谷さんとのご縁もあり、はい、ちょっと個人的には私、うん、期待してたんですがいや、はっきり言ってね、あのー、私の中ではね、今だから言いますけどね、はい、もう確定事故でしたよ、もう <laughs> 去年から、か去年の年末ぐらいから、か私の中ですよ、いや、ただ三谷さんからはその件については何も言われてないですよ。ね 言われてないですけどね、もうほぼ確定事項だったんですね。もう去年の12月ぐらい、もう去年のまあ10月、11月ぐらいから、もうちょうど1年ぐらい前から、もっと前かな、もう、あの、撮影はしてたと思うんですけど、もうね、あの、もう、行ってみればもう、本当にもう、ブルペンで投げてるような状態ですよ。もうブルペンどころかもう、なんか横の、横の方で、もう、この、<laughs> ね、球場内で横でもうやってる感じです。もう、すぐ。 あるいはもうネクストバッターサークルでもこう振ってるような感じですよ、もう本当に。いつでもいけるぞというね、何なのかな。まあまあ ずっとこう、ドラマの質問もね、うん、こがありましたし、うん、ありました、ありました。もう松潤さんと共演ってことももうありましたので、うん、そうそう、次、だから、タイガーゆりさんんんあるんじゃないかととちょっと本当期待したんですだって次が大体松潤がやるでしょ、次のタイガーをね、徳川家康のやつを。そうなんですよ、そうなんですよ。だから、私が繋ぐのが一番自然なんですよ、これ。<laughs> 私が出て、あそうか、繋いでくれたなみたいな。<laughs> <laughs> 医療家が繋いでくれたなって 99. 点以来の、9.9、点九ね以来のね。はい。ま、いろいろなんか、あの、香川さんの騒動もあったんで、なんか再放送がなんかされなさそうな感じはちょっとプンプンしてきますけども。あの、してきますけど、作品は素晴らしい作品ですから。本当作品に罪はないですから。あのー、もうね、これはね、ない、もうないね。いや、でもなんかエキストラ、なんかエクストララウンド的な感じで、あんやらさらになんか追加追、追加収録みたいな、ない、なんか、 あの、卒業式だって休んでもさ、なんか後でさ、上にさ、写真乗れたりするじゃないなんか、ああいう、ああいう感じで。<laughs> ありますね、ありますね。はい、さ、あの、三谷さんだからなんかそういう、ちょっと、ね、シャレっ気もある人だから、最終回だけは生放送にしてな。史上初の、大河の。はい,は,いはい。で、生放送でそこに、そこになんか出るみたいな、なんかいきなりパッと始まったらなんか、こうの、農民の役なのか、ご家人なのか、なんかわかんないけどさ、ちょっと待って、い、言っててこんなに悲しいことってあるんだな。 本当に本当にもう何にもこう言ってて心が弾んでこないな本当にいやーそうですねちょっとだ残念ですね確かにこれはいやなまあそれがねなぜなのかというのはねまあ多分おそらくこの12月い11日の9点で詳しく言えたらいいんですけどねちょうどね放送が12月18までがラストなのかな、はい、なんかねはいはい、はい いろいろ言えないこともあるんですよ。本当に。これはあるんで、まあ、まあ、俺と旬だけのね、間のちょっとあれもあるし、関係もあるしね、俺とね、旬と俺のん、ね旬、旬ともあるし、まあ、まあ、大使ともあったかな。大使ともあったかもしれない。大使ともあったかな。まあ、大使、ちょっとピンときてないかもしれないけど、あの、<laughs> <laughs> 本当にね、 もうそんなこと言ってるからね、NHK のね、あの、渡辺、あ,あの、安倍アナがね、あの、安倍アナがなんかね、局内でなんかずっと2年間不倫してたってね、あの、文春オンライン出る、文春法なわけですよ。なんか、あの人でもまあ、確かに、紅白の司会とかもやってたし、顔知ってるよね。はいはいはい。いや、本当にこう、あの、実力派のアナウンサーのイメージありましたよそうでしょ。いや、ちょっとじゃあ逆に、はい あのね立花君、じゃ実力のない非実力派的なあのないのそのじゃあアナウンサー教えてよ。今、実力派的って、非実力派宣言って <laughs> 昔の森高千里みたいなこと言って。ね、いや、なんか実力派なアナウンサーがいるんだったら実力派じゃないアナウンサーがいるみたいな感じになった、なんかその言い方だってさ。結構、硬派なニュースを担当されたり、ね、してましたよね。いやだから ねあのあれでしょその、ま、NHK のラジオなんかもやってるしあのー、ねまあ55歳かだから55歳いったらまあほぼ私と同級生ですよ同じぐらいですよはい、はい、もう言ってみればねでそのさっき言った「紅白」もやってるしであのー、まあやっぱりでもあれだろうなそのなんか曲30代のねその曲員と2年間そのまあなんか社内不倫みたいな感じで結局出ちゃってさでまあ あれだろうな、やっぱり、狙わ、自分が狙われてるとやっぱ思わないんじゃないやっぱり、いくらその、有名だとは言っても。はいはいはい、そうですね。ね、そ、そこまで狙われてるなって、その、ね、なんか、あのー、そ、なんか一応、まあなんかホテルみたいなとこで密会してね、そこが取られてたけど、やっぱり、で、まあ、もちろん、あのー、そうか、あ 女性あ女性には内縁の夫と子供あそうか安部アナは結婚してて女性にもその相手のあのー、内縁の夫と子供がいることもってな,いなんか内縁の夫っていうのはなんかこれもなんかちょっと気になるねなんかね言い方がね普通にねそうですねなんかちょっとはっきりし,し、ね、なんか言ってないで俺がね一番気に気になったのはねこのね安部さんがねホテルに泊まった時の偽名ね知ってる偽名要するに 本名でやるとさ、バレちゃうかもしれないからさ、<laughs> はい、相川最一郎にしてんのよ。この相川ってあるでしょあの相川はあの、<laughs> 相川署の相川じゃなくて相談の相にさ、川にさ、で、さはさ、佐川急便とのさにさ、一郎で、はい、相川最一郎。これ意味わかるこれ。これね。いや、意味を、はい、わからない相川最一郎だろこれね、最初の頭持ちだったらね、朝一になんだよ。 NHK の看板番組だよ。朝市。そ、何を言ってんだよ。人間ってこういう時にね、嘘つく時でもね、自分に何か関係のあるね、偽名を使ってしまうってことあるだろう。怪しい店に行った時に偽名でね、名,名前書くだろう、あの、ま、ま、待ち合い室です。あの時だって、ね、男性ならみんな経験あると思いますけど、絶対にね、<laughs> 自分のね、なんだろうな、まあ、田島君だっまあ花田にするとかな、なんかそういうね、絶対な、もう自分と、僕は大体松本していますまな,なんで、なんで松本さんそれ松本さんが好きだからか、それ。それいやいや、そういうこともない全くそういうこともないですけど、だいたいなんか、<お>なんか感覚的にはない。俺はね、吉田にしてたね、あの昔の相方の名前。<laughs> 大体吉田。大体、あ,あの、なるほど心が、なるほど心が痛まないから。 あの、吉田くんね、途中にコンビ組んでる間に途中でいなくなっちゃったとんでもないやつだから、吉田。でも、ちょっと、ちょっと油断してるときはね、もう、丘が残っちゃって、吉岡になるときあるな。吉岡になったら医療家 <laughs> やっぱりね、自分のね、名前とね、無関係のね、だから、女性の方のさ、なんかあの、ああいうさ、夜のお芝居、あの、お芝居じゃないわ、夜の蝶になるときもさ、ね、 はい,はい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 。そういうなんかキャバクラとかまあクラブで働くけど、やっぱなんか自分の名前のなんか一部を取ってさ。ね。だからなんか、優香かだったらユリアにするとかなんかゆうを残すとかさ。な、なんかそういう感じにしてたから、結局その曲穴の背の NHKI が強いから、阿川相川沙一郎。ね。で、ほら、安倍のあが残っちゃってるでしょほら。<laughs> そう、そうですね。うん、あ、残っちゃってるのは、これ安倍渡るなのかな 最一の、だから、朝、相川は最一の、朝一なんだよ。だから、ここに局の曲の、曲、NHK の愛が、またこれ、ここに出ちゃってさ。で、なんかさ、多分もうホテルの人もピンと来ちゃうよね。あれなんかあの人見たことあるな。愛か、最一郎。愛かさ、朝一じゃんみたいなね。感じで、朝一だったかなみたいな。<laughs> 朝一やってたかなみたいな。<laughs> いや、ホテルの従業員さんもそこまではピンとこないんじゃない <laughs> いや、絶対このね、 あの、偽名、ちょっとやってほしいな、ダウンタウン、あれ、あの、水曜日のダウンタウンでやってくれないかな、偽名や、偽名やるとき、自分に無関係なの、意外と少ない説やってほしいな、俺は。<laughs> やっぱりあの、パ,パス、ワードとかもさ、ね、なんか自分、もうそれ無関係な方がいい、ね、あの、やっぱりね、探られにくいとか言っていいって言ってもさ、やっぱりなんかね、ちょっと自分に関係あるのを入れちゃったりするじゃない。やっぱりさ。はい、はい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 。それがね、絶対あるな。 これちょっと聞,聞いてみるわ。ちょっと聞い, <laughs> <laughs> 聞聞いてみる。確かにそうかもしれないですね。どっか頭に残ってるかもしれないですね。いや、青残しちゃダメだめだよ。自分が安倍なのにさ。これは絶対だめだって。<laughs> これ、でなんかもうか、この相川佐一郎を、なぜで、この、これを見たときにさ、でも世の中にさ、相川佐一郎もいると思うんだよ、絶対。なんかさ。 あるじゃないなんか最近ね、同じ名前の人集めてさ、なんか田中博和さんが178人集めてさ、あの、やったりなんかもしてるけどさ、田中さんなんかはいいよな、もうなんだかもうな、埋没しちゃうでしょ名前が。もう、<laughs> うね、もうさ、ねもうそういうさ、田中さんとか山本さんとかさ、ねなんか、あうら羨ましいんだよ、その鈴木さんとか佐藤さん百ゆりはダメなんだよ。<laughs> うん とに、はいまあちょっっ少ないですからねやっぱりそうそうだからやっぱりいや俺もこれからちょっと相川沙一郎ってあの書くわあのあそこのなんかジョナサンとかで <laughs> あのファミレスとかで <laughs> ファミレスで待つ時書くわ「相 <laughs> 川沙一郎様」とか呼ばれてうんいやいる,い,ると思ういると思うんだよな絶対相川沙一郎なうんで絶対「あ一って呼ばれちゃうしなほんとにいやそんなのもね <laughs> ありますしね あとは、まあそかハロウィンか、ハロウィン、ね、うん、ハロウィンの時ちょっと街に出ましたか、うん、いやー、全然、もう散髪行ったぐらいですね、もう全然、何も外出てないですねそはいや、でもちょっと渋谷のなんか、映像とか見てたら、ちょっとすごかったね、今年はすごかったですは,いは,いはいはい。いや、まあ、今までのあれが溜まってて、まあね、制限がなかったのかもしれ、ちょっとびっくりしたね、まあ、そのマスクはしてるのも。はい <laughs> やっぱ、あと、あれだったね、もう、あの、スパイファミリーのアーニャだらけだったね。もう、後ろ姿がもうね、10人ぐらい、あの、アーニャで、振り向いたら全員,全員おお、おじさんなのな。もう本当に怖いよね。はいはい、怖かったよね。いや、うちのね、あの、あれだよ、あの、息子のね、学校だってね、なんかね、あの、31日はね、コスプレをちょっとやって、最後にね、なんか、 まあ、事業をやった後にかもしんないけどね、コスプレをやってもいいって時間あったらしいんだよね。すごいでしょそ,そんななかったでしょあはい、はい、あ、それはちょっとなんか時代がだいぶ変わった感じありますね。まあちょっとね、コロナでいろいろさ、なんかお楽しみなね、なんかいろいろ楽しめるようなさ、企画もさ、なくなってるようなさ、ね、あのー、もう学校生活だからさ、せめてものってことなのかもしんないけどさ、で、ふ、これいいのがさ、普通の家庭でもさ、うちはさ、こういうさ、 お父さんがこういう仕事してるからさ、カツラとかさ、紛争がいくらでもあるじゃん。ね。<laughs> そうだ、小道具多めにありますよね。だからもう、あの、オレンジの、ま、ま、もう真オレンジのさ、あの、カツラがあるからさ、もう、こ,これでお前さ、野沢、あの、野沢雅子のさ、あの、モノマネコスプレやれって言ってさ、あの、<laughs> <laughs> そう。 ちょっと、ちょっとメガネとこうなんかシワとか書いた。じゃあ、ほとんどそれアイデンティティのさ、やつなのかさ、おっそ、ほら、野沢まさこなのかさ、ちょっと、あれがやっちゃってるからさ、そのなんかそれの真似の真似のみたいな感じでややこしいんだけどさ、ね、今、CM にも、CM にも出てるからさ、多分子供もさ、野沢まさこさん知ってるさ、先生方も知ってるしてんだからいい、いいとか言ってさ。あとは俺のね、あの、昔、9点であったシャイニング超直球ってすごい派手なやつね。 あれ着させて。ま、ああの、本人がね、本人がね、あの、割とあの、滑り気味だったんで、もう多分二度と着ないと思うんで、あの、息子に着させてな。<laughs> あの、お父さんが、あの、ライブで来て、ね、あのー、上野のな、水上音楽堂であの、マセ芸能がね、やる夏祭りに出てね、死ぬほど、死ほど滑った上に、俺が出てきたらね、急にあの、雷雨でね、雷が鳴り出すっていうね、あの、とんでもないね、それからね、あの、毎年呼ばれてたね、夏のね、そのお笑いフェスにね、呼ばれなくなるっていうね、あの、大惨事が起こったね、あの、医療科、特急のシャイニング超特急っていうね、あの、キャラクターが、それのあの、派手なやつ、あの、貸して、貸してな、 行かしたよ。じ、う、ゃ、ん、とにかく一番目立ったって言ってたよ。一番。いやいいですね。なんかはいはい<う>楽しそうですね。楽しそうだよな。いや渋谷とか、んまあな,なんか七八年もっとなんか十年近くは経ってないかもしれないけど、ちょうどなんか渋谷公会堂になんかコンサート行って帰りがあれで大変だった時あったけどね。 もう。はいはい,はい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 。その時はやっぱあれだったね。まだそういう時代だから、なんか、ウォーリーを探せみたいな格好だったね。多かったね。はい,はい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 。で、す、すごい何人もウォーリーがいるんだけど、適度にいるから、で、ウォーリーを探せってのはさ、ウォーリーみたいな人がたくさんいてさ、その中にウォーリーがいるぞってことで見つけにくいわけじゃないはい,はいはい。その時の渋谷の場合はさ、いろんな格好をしてるなんかドラキュラとかさ、ゾンビとかさ、なんかそういうね、普通のなんか派手な女の子っぽいやつとか、なんかそういういろんなのが、 あった中であのウォーリーだからさすごいウォーリーが見つけやすい状態になってたけどなあのーはいはい、一番なんかそうそう、ね、ウォーリーが見つけやすい形になっててあとはなんかあの吉野家に入ったらもうすごいウォーリーが休んでるとかねウォーリーがすごいあのー、休,休憩休憩中でもうぐ,ぐったりしてるとかねなんかそんなような。はいはい こともありましたね。あとね、これ、これはね、あんまり、立場君知らないかもしれないけどね、10月27日に、はい、小いあの女優の小雪さんがね、小雪さん、ね、あの、ビエラでリンクでおなじみのね、ビエラでリンク同じ、はい、おなじみのってもう今言うこともないんだけど、12年ぶりの初演主演のね、完成試写会っていうので、部材挨拶でね、あのー、登壇されましてね、やっぱ、 はい、やっぱ思い出しちゃいましたね、小雪さん。あれからもう10年経ったんだなぁと思って、2012年のね、5月に、あの、日食がありましてね。で、金冠日食ってのは、東京で見られるのは173年ぶりで、その日を見逃したら、ね、次は2 0 3 1 2年なんですよね。ああいう金間日食ってあるじゃないですか、はい、そう、天体ね、ショーというか、はいはい、まあ日食、月食なんかもそうですけど、こういうね、なんか、 こういういのはもう何百年に一度ですよ一生に一度見れるか見れないかですよみたいな時があってその記者会見じゃなくてその舞台あいで「小雪さん明日ですよね?」って言ったら小雪さんが「はいあのちょっと子育て忙しかったんですけど昨日見ました」って答えちゃったっていうねあのすごい話があったんですよね。173年ぶりで次は2312年で、えー <laughs> 200、200年後ってことですか ?200 年、300年後か <laughs> その、その、ね、明日ですよっていう話題をその司会の人がね、振ったら、へえ、多分よく聞いてなかったんでしょうね、小池さんが。はい、あの、ちょっと子育てで忙しかったんですけど、あのー、ええ、昨日、ちらっと見ましたっていう、もう、金環日食を先取りしてしまうというね、大事件。これ私の好きな、 もう,う、うっかり、うっかりなんですけど、こんななかなかうっかりないなと思ってね。すごくないですかこれ。これ。時間間と空間が歪んんででしまってるんでしょう、ね、いやだ、だからもうその、あのー、もうタイムスリップというかタイムトラベラーかもしれないですよね。<laughs> ちょっと、その、これをね、間違えたっていうのは簡単なんですけど、そうじゃなくてちょっと、うっかりポロッと出てしまったっていう気はしないでもないですよね。 ちょっとあの、小雪さんミ,ミステリアスじゃないですかはっきり言って我々はね、ビーラでリンクのなんか CM でもなんかあの湖の中から出てきましたからね。いや古くて覚えてないわそれみんなそのね、なんかそんな感じだったじゃないですかだからちょっとこれねその、ま、間違いじゃなくてあそうか私見たこと言っちゃいけないんだっていうそういうことかもしれないですね。 このもうほん、170で、ねで、100何年前のもう時代から来てたんで、ちょうどもうそのぐらいだったんですよ、だから。その、だから、タイムスリップしてて、<laughs> っていうこともあったかも、だからこれをちょっと思い出して、あれから、あれから10年かと思ってね、ちょっと、<laughs> うんそれから10年、ね、5月20日は小雪、小雪記念日ですね。小雪記念日じゃないですね。だから、もう次の、だから、 あの、金管日食はだからもう300年後だから、あの、もう我々見れないわけですよ。はっきり言って。そうですね。まあ、東京では見れない。今生きてる人はま見れないです。あと、東京ではね。そうそうそう。そうなかなか見れないかもしんないから、そうだ。だから小雪さんはだからもう一回また見るんでしょうね。また。<laughs> また。 また、またその、またその、またその時代もなんか誰かに聞かれてみ、見たとか言われて、あ、昨日見た。あ、ごめんなさい。昨日じゃなかった。みたいなことでね。またその、多分300年後にも同じような、うっかりを繰り返すかもしれないですね。やっぱりその。うん、いや、そういうのもね、あるかもしれませんし、あとはなんか人気声優のね、 まあ,不倫まあちょっと前は、あの、リサさんのね、旦那さん、もうあえてリサの旦那と言いますけど、鈴木さんね、あの桜、桜井、桜井弘さんか、桜井さん。ね、えー、PS 元気です、高弘という番組もやっててね、その、ずっとやってた、そのラジオの放送作家の方と結婚を隠してね、10年間、まあお付き合いをしてたんですけども、えー、結婚してるっていうニュースが でて、それで、その方がもうショックでね、その仕事も辞めてしまってっていうか、もう放送作家としてのそのラジオもね、辞めてしまった。だからもう、言ってみれば、俺が結婚してるってことで、立花君がショックを受けて、もうこのラジオおりますっていうのと同じですよ。だから、言ってみれば。立場としては、もうやってられないってことですよ。まあ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 、ちょっと近いかもしれない。立場としては、あるいは、本当は俺、毛が生えるのに、毎回剃ってたんだっていう、そういうこと言ったらもうショックでね。 そんな本当ですいやもうごめんな俺本当はもうもうふさふさなんだけどもうは生えてるんだけどもうちょっと仕事であったのいやも,うじもう10年ぐらいのねあれでやっと行ってみたいなちょっと行ってくれたらいいじゃないですかそんなの何なんですかってことでも不信感でもいなくなるみたいなことに近いですよこれほぼほぼほぼ,ほぼそういうことですよっ <laughs> いやだからまあ人気声優でまたイケメンで48歳か あのーはい、でねまあ今声優さんとかね男の方も女性の方も結構顔出しが割と増えてきてね割と。そうですねもう皆さんかっこいい、ねかっこ。かっこよかったりねあの綺麗だったり可愛かったりしてそのコンサートやったりするけどまあこの方はねなんかそこまでじゃなくてなんかねあのー、まあでもあのー、俺なんか正直知らなかったけどこの方の顔はね うん。はいはいはい。詳しくない。でも、役を見たらむちゃくちゃわかるよな。うん、もう。ああ、そうですね。そうですね。いだってこの人だって、わかりますよ、ね、鬼滅の刃の富岡さんじゃん。富岡義勇じゃん。あの、田上、田上義雄さんが一番好きなことでおなじみの。田上義雄さんが、鬼滅の刃の中で、<laughs> 一押しでおなじみの義勇さんじゃん無口で。ねうん <laughs>。そうなんですね、うん。そうですよ。うん。 品津川さんと仲が悪い。品津さんと仲が悪いっていう。<laughs> 大体ちょっと、柱の中で浮いてんだけどな。割とな。あの、ちょっと、孤独な一品狼タイプだからな。そうか、富岡さんも確かにあんまり自分のこと言わないんだよ。あんまりさ、義勇もさ、それ、それでだな。それでか <laughs> 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 あとあの呪術廻戦のあの下等さん下等ね下等さんそうとかもうあれで渋谷事変で大変なことになりますけど本当にさはい、はい、まあこれだからど,どちらかというとまあ敵,役敵役というかねそうあれだけどいやあとお粗末さんのお粗末,お粗末さんとかまあとにかくね俺がもうわざわざ言うまでもなくものすごいあれなんだよね。 もうこの10年なり20年なりはもう売れっ子というかねの方であのーいやなっちゃってこれねでそのこの PS 元気です高色ってのもなんかちょっともう嫌だね下ネタみたいな感じになっちゃうもんねやっぱりこのねすぐ探されちゃうよすぐ探されすぐ探されちゃうよ俺みたいな人に本当にもう もう今、そういうことをさ、あんまりさ、スポーツ紙とかさ、そういうさ、ことがね、なんかそういう下世話な見出し作らなくなったね、あんまりね。今ね、思わない。最近少ないですよ、本当に。はい、少ないよねい。あの、電車の中釣りももう、あの、うん、最近あんまないんじゃないですかね、そういう下世話な中セり広告も。ゲヒタイトル、下世話なというか、下世あの下品なダジャレね。そう。はい,はい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 。な、なんか。 ほ本当にそれをちょっとなんとかこの令和に残すっていう仕事を俺ちょっとこれからやっていくわ俺が。<laughs> 今後のライフワークの一つとしてそれをそういうちょっと息子にも明日伝えるわ明日それを。<laughs> そういう。もうそれやらないと もうなくなっていっちゃうから。やっぱあるじゃん、その伝統芸能でさ、伝統芸能とかさ、伝統工具とかさ、なんかそういうね、建,建物で昔からある建物とか、あれはなんかはい、はい、矢切りの私のなんか牢を作ってる人とかさ、なんかいるんだよ。もう職人がいなくなっちゃってさ、後継ぎもいなくなっちゃってさ、はい、もうこの伝統文化ね、もう,もうずっと続いてるのなくなっちゃうっていうのがあってさ、もうなくなっちゃうんじゃない下手したらこういうのな。もう。そうですねー。そう。 なんかあのでも地方とかに行くとこうなんか性的なものを模した神社があったりするわけじゃないですかなんかそういう形でもいいからなんかそういうカルチャーっていう形で残ってほしい気もちょっとしますよねだからあの三浦淳さんだってエロスクラップつってねなんかエロ本をさ集めてやってたらもう村淳さんがやるとなんかサブカル的な感じでさちょっとなんかおしゃおしゃれじゃないけどさそれを見つか見ようみたいな感じになっていくわけだからさ やっぱエロ、だじエロ見出しっていうか、だからもう、確かに俺が20代、20代ぐらいの時は、なんかその、あっちの方も元気、あと、あっちの方も元気なのとかさ、息子もとかさ、そういう息子が元気、ね、あのー、ね、いや、息子、だから自分のこと、自分の息子のことを、ちょっと今、ややこしいこと言ってるけど、自分の息子のことを息子っていう人があんまり今、いなくなってきたよね、本当にね。 もう、本当の息子のことは息子って言ってもじゅ、も,じゅも本当の自分の息子を息子っていう人が少なくなってきたでしょ息子がね。ちょっとちょっとこんらなってってよく分かっないいや、本当にね、<laughs> いや、だから、いや、でもまあ、キャラクターで、結局ね、みんななんか、いや、あの、あのキャラクターは変えないでほしいっていうか、まあなんかそういうのありましたね。その前の、あの、リサンさんの旦那さんの時もありましたよね。東京リベ,リベンジャーズだっけなんかそういうのでも。はいはい なんかあり、ありまして。それはなんか、どうなんだろうね。本人としてはそういうこと言ってくれるってのは、自分の仕事を評価してくれるってことで、嬉しいのかね。それこそ、そういうことなの。てか、俺、俺よりもなんかお前声だけが目的なのかって思うのかね。なん、なんなんだろう。どうなのいるカさんはもういなくなってもラッシャーだけは残してくださいみたいなことなのかね。なんかその、いやもうラッシャーはもともと残ってるけど、なんかそのなな、な、なんだろうね。その罪はない。 でもね、お笑いだとなんかそれでネタをネタには罪がないっていうなんかちょっと言いにくい感じはあるよね。ななんんかかね本人とちょっと一致,しちゃ一致しすぎてるんだろうな役って言えないみたいな作品がなんかわ笑えないみたいなことを言うところもあるから<ー>いやー難,難しいよな本当にはははいはい、はいいやでも結婚もいろいろされますねあのみちょぱさんとかね。 そうはいはいはいそうです、ね。あとテ、はい、モンディの高岸んもなんか綺麗なねなんか女優さんと結婚してるわ、はい、あとはもうみんなのねもうスーパーアイドルのねもう我れらがスーパーアイドルの手島優さんも結婚ということでねもうしょっやっぱり <laughs> あれじゃないですか手,手島ロスじゃないですか手島ロス。橘君なんかもね、はい、手,島手島ロスでしょ手島ロス。<laughs> いや,いやまあそうですねでもファンの方だからちょっとファンの方はうしいで なんか10年間ファンだ,、はい、ァンだから、うん、あの峯岸みなみのパターンとちょっと似てんだよな、言って,みってみれば。だから結構ね、あれなんだよね、割とそのそのアイドルが全盛期ったらおかしいけど、10代、20代だったらさすがに、ね、結婚できないけど、でもね、なんかいつか結婚してやると思うかもしれないけど、はい、そうじゃなくて、だから、まあ、手島優さんも40歳だから。 ねもうさ。はい,はいそうですね。うん、もう30になってもいい、40になってもいい、50になってもいい、なんなら一回結婚して罰イチになって、もう55でもいい60手前でもいいって、待っても引きつけて引きついて街に待ったらいけんじゃないか。意外とこれ。<laughs> その間に自分が医者になるとか、なんか、ね、はい、社長になるとか、なんかもうなんか個人的スポンサーになるとか、ね。 はい、あるいはもう、なんか結婚はしないにしても、斎藤幸のね、近所に引っ越して、お医者さんだとしたら、斎藤幸が来てくれるとか、なんかそういう、したらなんか、なんかかぶっちゃったりすることもあるかもしれないし、パンツかぶっちゃってることもあるかも、そういう、引きつけて引きつけて待ってたら意外と来るんじゃないかな、だんだん熱心なファンが減ってくるじゃない、なんかさ。まそそうですね確かにそうでですすねねは確いはいはい確かかににははいい なんか男性アイドルだってさ、もうね、日本武道館だ、東京ドームだっていうのがあったけどさ、それがなんかグループだとしたらさ、ね、グループが解散しちゃったらソロ活動になっちゃってさ、ソロ活動だったらさ、なかなかそういう規模でやっていくって難しいからさ、もうちょっと小さくなるしさ、しね、なんならディナーショーとかやってくるかもしれない、はいはい、近くに行く、一緒になんかしないけど、なんかね、ゴルフやったりさ、なんとなくキャンプ行ったりとかさ、なんかそういうようなツアーがあるかもしれないっていうさ、ことでな。そういうなんかこう、やっぱり結局、 ひ、引きつけて引きつけて待つってのが大事だな。うん。長くファンでいる。そうですね。大事かもしれない、ね。そしたらやっぱり、みんな結、婚したり子供生まれたりして、なんか、その同じぐらいの情熱でずっとファンでいるってなかなか難しいじゃないなか、そうですね。<な>はい。なかなかさ。だからやっぱり、もう手島優さんなんかもうね、もうみんながもう取り合いだったところをもう待ち、待ちに待ってたわけだから。本当に。なんか、なんか知んないけど怒、怒られるぞ。本当に。手島優さんに本当に。<laughs> う <laughs> んと怒られるじゃんおめでとうございます本当にでもバラエティでもねよく活躍されてましたから、うん、そうですね、はい、あやべやべみおさんとかもちょっと前に結婚したかなんかねやべみおさん、ね、やべやべみおさんとかも長いことなんかばいやでも最終的になんかその方がなんかいいような。 気もするよなでもちょっとなんか峯岸手島優さんのことだからなんか峯岸みなみとなんかちょっとあれだれ手法が被ってんですよねってことでなんかその一鎖もちょっと聞きたい感じがしますねなんかバラエティー的にはねなんかそうですね確かにはいはい確かにそうですなんかあっちはちょっとねまあやっぱそれなりに YouTuber として有名じゃないですかなんかそんなようなこともありますしねあとはあれかそのあふわちゃんうん はい,はいはいはい。プロレスデビュー。10月30日、行列ができる相談所でオンエア。ね。試合自体は10月23日にありまして。はい、これね、私の会場見てきましたよ。あ、現場でね。生で。そう。あのー、なんかね、本戦というか、本来の試合が16時からで、その前にフワちゃんの試合がありますってことで、えー、はいはい、3時半ぐらいからやったのかな。で、なんかそれをね、後で結局、リアルタイムで、 ね法律ができる相談、行列ができる相談所の東野さんとかね、後藤くんとかフットの、あの、皆さんが、みんな、なんか生中継で、スタジオで見てたんだね、あれね。全員が。はい、はい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 。リアル。で、その後、まあ、控え室のフワちゃんと、なんかトークもあったりなんかして。はい。いや、なんか部分的にはちょっと映像とかいろいろ流れてますけど、見ましたかちょっと。あの、 ははい、はい見ましたどうだったですか、まあ、まさにちょっとフワちゃんがけ結構、あのトレーニング、あれ、相当したんじゃないかなっていうか、うん、ちゃんとあのデビュー戦っていうんですか、はい、<の>デビュー戦にもかかわらず、ちゃんとプロレスになってて、ちょっと感心しました、ね、あやっぱそう思った、はいいや、あのスタジオに武藤さん、武藤圭司さんもいてね、ははいはい武、はい、藤さんも、まあ、ほ褒めてましたよ。 うん。はいはいはい。小坂大魔王なんかもいたかな。で、現場にはね、クリームッシュの有田さんいてね、あの、解説、はいはい、解説やってて、まあ、元々ふわフワちゃんと仲いいから、いろいろアドバイスをしたみたいなことを言ってて、あのー、いや、今までいろいろね、ハッスルなんて昔あった時はね、インリンとかね、泉元也とかね、な、安葉さんとか、 まさにいろんな方がデビューして、はい、DDT だとリリコさんとか、まあ、あとにかくね、芸能人がこういう形でリングに出るっていうのはもうね、結構数えきれないぐらいあるんですけど、ま、あ最近はね、それこそアイドルから転校してね、はい、ま、あ本格的に転校する人とか、それこそ SKE のね、荒井由紀ちゃんなんかを、まあ、ま、あアイドルやりながら、はい、東京女子でやってますけど、デビュー戦としてはね、はい、あれ、ま、あかなり、まん固めかな、それこそ猪木さんのね、得技だけど、まん固めとかど、まあ、ブレンバスターぐらいが大技か、あの、 やったけどね。あの、受けね。あの、上谷選手って今ね、白いベルトのチャンピオンのスターダムの、もうかなりトップの、もうね、方だけど、まだ若いけど、その、はい、こうね、顔面のっていうか、キックを受けて、ちょっと飛び上がって、その、ね、受け身を取るってもう一番こう、なんか、ね、ジャンプして、あの、頭からこう、まあ、頭っか落ちるっていう受け身がね、あんなのね、 あの、長年やっててもね、あれできない人多いからね。あそうですか。そう。やっぱそれだけ相当、まあ、ちゃんとやってるってことですよね、うん、フちゃんが、まあ。そう、現場で見た時もすごいと思ったけど、改めて映像で見たらよりすごいなと思ったわ。あの、その、技をやるよりも、あの、相手の技を受けて、それもなんか、変な風にちょっと来たら、ちょっと顔よくこうしちゃうとかね。 なんかもう、いや、しちゃうんだよ、人間。そりゃ、そりゃそうだよ。そりゃそう思わないはいはい。はいはい、こう来てさ、こう受ける人おかしいじゃん。だって。はい,はいはいはい。やっぱ、だって、プロレスラーでもこう、ラリアート来たら、こう、横に受ける人いるからね。はいはいはい。全、まあ、それ細かいテクニックとしてね、ちょっといろいろ受け方はあるんだけど、まあ、それは俺がそんな詳しくはないけど、はい、まあ、それあるいろいろあるけど、あのー、その後、だって自分で、またある意味、だから自分で、 自分の体をコントロールして相手に倒されるというよりも自分でこうどれぐらいの感じで落ちるかっていうのをなんとなくこうイメージして落ちるっていうかね。なんかそういう、そういうのが受け身っていうのはまあ大事みたいなんだけど、あの、だからよくあんなことを逆に言うとその相手がやったなと思って。や,やるってことはある程度もう、あのー、ね、信頼じゃないけど、あ、多分フワちゃんできるよなって思ってるってことだと思うね。 かといって、言ってみればさ、多分本人、俺らは知らなかったけどさ、レスラーの皆さんはさ、これをさ、あのね、スタジオでさ、日テレでさ、行列の皆さんが見てるってのは、多分選手の皆さん知ってたじゃない、多分ね。はい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 。そしたら、<laughs> これでまた変な試合したり、それこそフワちゃんが怪我したりとか、そういう大変なことになったらっていう、いや、そういうプレッシャーもあったと思うよ、はっきり言って。 いいやそうだと思いますね,ね、はい、なんか今、うん、ネットフリックスでね、なんかあのゆりやんがね、ユリアレッドリバーがね、あのダン,、はい、ダンブン松本さんのね、今、なんか役をやってて、であのー、ちょっと怪我して、今、中断してるみたいなニュース、ちょうどあったばっかりだからね。いや、本当そうですよ。はい、あれなんかも絶対そんなのは、撮影だから、多分や撮ったら止めてとか、そういうことできるはずなのに。うんはい いやでも、ゴーリキあが、ライオネスかアスカーってちょっとおかしくないどう考えてもこれ。あのー、どっちがどうじゃなくて、ゴーリキい,、ね、いや、ゴーアヤメっていうねい日、日本で一番強そうな名前の人がプロスやってくれてるってことに関して俺は賛成してるんですよ。なんならもうそのまま、名前はね、ね、ゲイリー・グッドリッチのあの、ここに書いてあるのと一緒だからね。あのー、タトゥーと一緒だからね。ゴーリキって書いてあるから、 ゴーリキあやめっていう名前の人が格闘技をプロレスやってくれてるってことに関してはすごい賛成なんだけど、ライオネス・アスカさん、アスカみたいな感じだったかなゴーリキさん。いや、違うだろう。いや、本当に。<laughs> あの、で、もう一つ、もう一つなんか、カナたエリカさんとあの、例の東出さんとのあの人が、ね、はい、東不倫騒動の人が多分長内優勢役じゃないかな多分。かカナたエリカさんじゃなか、はあはあ、あの、 いや、これはもう体当たりでやるべきだよな。なんかわかんないけどな。<laughs> なんかわかんないけど、はい、なんかわかんないけどやるべきだと思わない俺。うん。はいはい、よくなんか体当たり演技とか言ったら、なんか無理やりなんかムードになったりとかな、なんかそういうのあるけど、もう、体当たり演技で、長い、女子プロレスラー役、長いちくさ役ってもう、なんかそれはもう体当たり演技じゃなくて体当たりしてるからね、それも実際ね、それはね。うもう、う体当たりでっていうのは、よく、そのイメージとして言うけど、実際やってるから、それ。本当に。 それはいいと思うんだけどいやだからねフワちゃんはねセンスあるしやっぱりあのコスチュームがむちゃむちゃ派手なんだけどいつものイメージで、はい、レインボーからいろんなカラーでやってるんだけどあのプロスのリングだとちょうどよく見えるのな <laughs> あのそうですねあのはい本当そう思いましたなんかいい感じでしたよね衣装もね。で太ももとかあの腹も締まってて。 あの腕のあたりのこう背中がこの辺の筋肉、まあ、受け身したら多分背中の筋肉がつくと思うんだけどその辺のねはい、はい、あのつき方がね見事だったよ本当にはいはにい、はい、ちょっとこうアスリート前としてるというかそうあのー、運動神経いいっていうか身体能力高そうだなっていうのは感じますねいやだから言ってたもんね会場にいたあのー、ねえ錦鯉がねはいあのー なんか、元々はね、出てきた時、フワちゃんあんまり好きじゃなかったけど、これ見て見直しましたって、なんとなくね、お笑い芸人みんながちょっと思ってたかもしれないようなこと言ってましたもんね、やっぱりなんとなくね。その、なんか、やっぱり you YouTuber でいきなり人気出てきたらさ、なんかそう、YouTuber の、今だともうなんか YouTuber っていうか逆にテレビのバラエティタレントって感じするけどさ、フワちゃんさ。なんか、最初はなんかね、ちょっとお笑い目指してたけど、なんか YouTuber になりました、みたいな感じで、なんだよ、ちょっとこんなやつばっかり出てきて嫌だな、みたいな、なんとなくさ、ノリだったんだけどさ、 あのー、やっぱり、すごかったから。でもなんか、もっとやりたいですとか、もう、すごく、これなんじゃ、ね、収録が終わって、はい、終わりじゃ嫌ですって現場では言ってたんだけど、まあ、そのね、コメントで。はいはい、それはテレビではそこはなんかカットされてたななんか、試合はかなりノーカットでやったから、 まあ地上波のね、9時台で女子プロレスがあんなにはっきりしっかりと流れることってないから、多分スターダムのね、皆さんもすごい喜んだ、スターダムファンの人とかもね、すごい、なんか喜,、うん、喜んだような気もすんだけど、なんか、いや、でもね、まあどうなま、第2戦からがまあ難しいっちゃ難しいけどね、なんかね、うーんちょっとハードルが上がっちゃうから。そうですね。うん で、またトレーニング、やっぱり勘をちょっと取り戻すのにね、もう一回またやらなきゃいけないだろうし、ね。はいはいはい。まあ相手も感の仕事があるわけですもんね、そういやフワちゃんの場合だと。そう、なんかみ途中のやっぱ練習風景見たら、日テレの方になんかマットとかを持っていって、選手の皆さんも教えるね、葉、まあ、月選手とか、そのコーチ役のすごいいい選手なんだけど、日テレの方にフワちゃんの現場の近くに行って、 なんかやってる感じだったね。道場に行けないときは。リングでもちろんやらなきゃいけないだろうから、すごいよな、本当に。そういう、だから、まあ楽しみというかね。あの、そうですね。はいはいそうはいはいはい。うん、あとは、あれですかね。いや、いろいろね、結構、あのあ小室さんが。 ねはい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 あのさ小室圭さん、はい、小室小室 K さんが、うん、いや小室さんたらもうそうでしょうん <laughs> あっでもやっぱり、ね、やっぱり今小室さんと言えば圭さんはいいやもうあれだな本当に TK ねあれがもうねえもう小室さんって言えばそっちになっちゃったもんね小室哲也じゃなくてね圭の方にね <laughs> そうですねはははいはい、はい、K、さん、はい、司法試験ねえ3度目で合格 これどうですか合格率23%でね、うん、いやす合格すごいですよやっぱりこれ結局合格ですからねすごいと思いました本当に思ってますか、はい、すごいって私がじゃあ国民の本当の意見言ってあげましょうか <laughs>、はい、あと2回ぐらいしてから通ってほしかったねあの <laughs> <laughs> いやいやいいんじゃないですかもうもうちょっともうちょっと楽しみたかったねもうちょっと <laughs> いやす素晴らしい素晴らしいんですよ合格素晴らしいんですけどなんかこうねもうちょっともうちょっとこの小室さん合格しないっていうねしそう思想思想でしないっていう <laughs> その。 俺がい,いつも言ってる、あの、令和の弁蔵さんとしてね。令和の弁蔵さんとして。<laughs> まあ、結、結局ね、あのー、来てるつやかにおいてね、弁蔵さんがなんか合格したのかしてないのかがちょっともうはっきりしないんですけど、とにかく、<laughs> ね、別に、スピンオフで弁蔵さんとか、あの、やってないでしょスピンオフで。その、やってないですね。はい。や、やってないでしょ その、か、怪児のスピンオフで、中間管理室、利根川とかそう、そういう感じでやってないでしょそういう感じで。やってないですよね。ね。見たいですけどね。見たいですよ。だから、そう、今だったらもう、弁造さんのスピンオフみたいなことができる時代だよな。ある時代だよね。そうですね。今、はいはい、今だったらそこへな。普段、その、はい、ゆきさんとの関係とかね、そういう、まあ、ゆきさん彼女ね。まあ、彼女っぽい感じね。うん。<laughs> その感じの、うん、まあ、豚ゴリラにおける太鼓みたいな感じね、文通してる。はい、あの、そういう感じも、なんかあるんだけど、本当に勉強してんのかっていうのもあるしね、やっぱりもう、もうちょっとね、結局、やっぱなんか小室さんはちょうどなんかみんな、なんか、やいのやいのね、なんか言いたい人なような気がすんだよな、なんかね。 そういう,、はいはいはい、そういいう人ももるかもしれません昔の90年代のワイドショーだったらもっとアメリカまで行ってもっと毎日追いかけてると思わないこれ。マジな話。いやはいはい、昔の、はい、ワイドショーの方がひどかったかもしれない。昔のワイドショーだったら行っても迷惑かえ帰り見ずに。だから決まった時とかもさ、なんか走りながらさ、なんか歩きながらもう競歩みたいな感じでインタビューしてたじゃい。ね。はいはいはい。ありましたありました。だから女性誌なんか未だにちょっと好きだけどさ、やっぱりさ、ね。 女性セブンと女性自身には、はい、あのー、やっぱりちょっとそうう、そういう流れ、そういう流れ、ちょっと残ってるけど、やっぱちょっとそういうのも、ね、今はちょっとさすがにやめとこう、みたいな感じの流れになって、もっとそのお母さんのこともあったし、でも、やっぱ最,最初の登場がさ、爽やかで、なんか、なんだっけ、海の王子だっけ、なんかわかんないけど、そういうね、あの、コンテストみたいなのがあって、もうイケメンで爽やかで、火の打ちどころない人出てきたぞ、みたいな感じが、ちょっと、ね、 お母さんというか、そのなんか、スキャンダルあったぞってことで、もう、もう、なんて言うんですかね。もうト,トッピングがね、ソフトクリーム乗りましたみたいな感じでさ。もうとにかくさ、チョコも乗ってソフトクリームも乗ってさ、より美味しくなりましたみたいな感じでさ、とにかく美味しく食べてやろうみたいなさ、なんかそのゲスなのがさ、集まってきててさ、ね。でもそれをなんか今、 ゲスをその出し,出しちゃいけないっていうことになってもう抑えに抑えになってるけどもう昔の芸能リポーターの人なんかもう小室さんにもう飛びかかりたいだろうねもう多分ねもう本当にね <laughs> もうねその芸能そ,、ね、それをもうこなんてお前たちはゲスなんだと俺がまたそれを言いたいところだけどもう今そのゲスなものがなくなってきてるから本当にだからもう,う、ね、ゲスだ ものを提供してくれた時代が懐かしい。なぜないんだって、俺がもう、魂の叫びを今しなきゃいけないような時代になっちゃってるわけですよ。本当に。<laughs> そうですね。ちょっと、ちょうどいいゲスなニュースが確かに減ってるっていうのはありますね。な、なんかなそこの感じが。だから結局もう俺、ゲスな人が、もうね、言ってるのはもう、あの、鍋とかそういうので言うともう、悪です悪ね。悪 <laughs> もう、すくいとって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 、その悪の部分を一気に飲んでたのが俺だったな。本当に。俺だった。別に、そんなに、食べても飲んでも別にその死んだりしないから、あれ。意外と。意外と食べれるか、飲めるから。そうですね。悪ったってな。 もう今もうアクなんかも出たらスッと取ってもうそういうのはもうダメですっていうもう出ませんようちの商品はもうアクなんかでねもうスーパーアクなんか出ませんよっていう感じになってるからもうそうですねだからなんか SNS の中でなんか嫌なのはねこうそういうのはもうそういう部分って人間はもうなくなりはしないわけだからなんかそうですねはいねえあの本当にだからやっぱり熊田洋子さんとかに頑張ってもらいたいですね 本当にね。<laughs> うん。そうですね。頑張ってもらいたいですね。いや、熊田洋子さんにね、本当に10年ぶりに捨ては疑惑っていうのが出てましたからね。本当にこれ、ありが、ありがたいですね。<laughs> 本当に。ううにで,ね、でもなんかもっとね、そこに食いつくいつでていかないんですよ。なんかちょっと、あんまり。じゃあ、も、もっとこう、突き詰めて、突き詰めてね。あ、ペニーオークション。これも2012年。 小,小池のね小池発言と同い年じゃないですか <laughs> それもそれも10年前ですかあれも10年前あれも10年前だよほんとに楽しかったなあの頃はほ <laughs>、うんとにねいやだからでもでこれもなんか個人的だから加藤サリーだとちょっとだめななんか物足りないのよ はいはい。カットされちゃダメなのよ。ほんと申し、申し訳ないけど。ちょっとカットされちゃダメなんだよね。うん。なんかやっぱその取り上げる人が誰でもいったわけじゃないんだよな。なんかね。はいはい、そうですね。あそこまで行っちゃったちょうどいい感じのね、人がね、やっぱもっとね、頑張ってほしいよね。ほん、ほんとに。<laughs> そうです頑張ってほしいですね。頑張ってほしいなっていう感じはありますね。だからまあその辺をね、 本当に、まあ、なんだかんだ、あと1ヶ月が、まあ、しょう、だから、あのね山、山際大臣とかがさ、いろいろね、まあ、ね、統一協会、旧統一協会と問題で更迭されたけどさ、やっぱり、あのー、昔見てたらさ、テレビタックル見てたらさ、ね、浜子さんとか、はい、浜田こさん浜子さんとかさ、田中真っ子さんとかさ、ね、小泉純一郎さんとかさ、やっぱりもう、キャラがもう、強すぎるよね。 はっきり言ってね。そうですね。それこそまあも、ま、ね、もっと、もっと言えば、あのー、あれとか、田中角栄さんとかも、浜高さんなんかも、うほとんど顔がもう、長収力だからね。本当に。なんか、国会でなんかバリケードかなんか取って、あの、そっちが力で来るなら、こっちも力でやるから、うーん、つってもう、ほとんどもう、言ってることも顔つきもね、<laughs> <laughs> もうね、内容ももうね、長州陸だからもうまたぐなよと一緒だからね、本当にね、<laughs> うん。思い出しても本当に、鎌倉さんが暴れてる時にもう BGM にパワーホール、パーラーララーチャララララララって流れてもしっくりくるでしょ <laughs> なんかスターンンセンのテーマとかさ、<laughs> ダン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 パーパ,パパパーとかさ、もうさ、俺だって、 テレビタックルで大竹さんのさ、大竹誠さんの弟子だったから、浜子さんが途中で怒って帰るとかもう見てるからね、それね、現場でね。はい、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 もうま、もうさ、なんか3回に1回ぐらいは途中で帰ってたんじゃないかな。なんか田島陽子先生と喧嘩して。いや、本当にね。はい、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 はい。そうですね。昔、ありましたね、そういうの。ね今みんなちゃんと途中で帰る人いないからね。本当け、ね、結構だって男子、男子さんも途中で帰ったような気がするな。いや、なんかね。 ああ、そうですか。途中から、途中から番組いないの本当に。とか。えー、いや、だからまあ、ね、森さんが出現とか相変わらずあるけど、麻生、麻生さんとか、だから、ね、小泉さんの、あれだって、やっぱり、あの、小泉ね、新次郎が結局、ね、失速しちゃってな、みんな。はいはい、そうですね。もうちょうどああいうさ、ことをい、ね、もう、あれだよな、だから、 あの環境問題はセクシーだって言い始めた辺からちょっとおかしくなってきてさねやっぱりねあのやっぱり USJ のことはねセクシーに解決してもらいたいとか言ってねまあそれセクシーだから、まあ、下着がセクシーだから、まあ、そのままなんだけどあの <laughs> <laughs> セクシーだっつってな下着ユニバーね下着ユニバー下着ユニバーでね行っちゃいけないってことは下着でユニバーに行っちゃいけないってことだからね 本当に。ね,ねえ。ね下着ユニバだって言われてこっていうことは下着でユニバに行ったってことだからね。うん。そうだから、もう、ああいうことを、ね、リモートワークで、ね、仕事ができたってのは、リモートワークでね、おかげで仕事ができたってことだから、リモートワークのおかげなんですとかさ、もう、そういうさ、なんかもう、あの新次郎公文なんかもさ、脂が乗ってきてるわけでしょ、言ってみれば。うん。<laughs> <laughs> でも世の中のなんか人気とかは下がってるんだよな、やっぱりなんか。ちょっとこう、なんか人としての底の浅さがちょっと国民に見透かされてきたっていうところは浅、ね、倉さん、今一番脂が乗ってると考えなきゃいけない、それはやっぱり。<laughs> もうね、一番一番痛いのは、芸能人に怒って、有名人に、まあ、まああ政治家もそうだけど、もうね、 まあね、それよっぽどのあれはダメだよ。その、だからそのさじ加減がみんなね、分かってないからあれだけど、その本当にダメなのとはい、はい、あれだとね、もう怒ってどうすんだよ。楽しめよってとこも確実的に怒っちゃってるからさ。本当に怒らなきゃいけないことはさ、もちろん怒っていいんだけどさ、はいはい、ここは泳がして楽しめよっていうさ、余裕,余裕がさ、<laughs> でもそのさじ加減がやっぱりね、できないんですよ。はっきり言ってね。はいはい、でさじ加減が、 できないってことはね、さじ加減がうまくできないってことなんですよ、ほらね。ほら。だから、<laughs> で、なんでそれをやめると、うん、できる人とできない人を分けるんですかみたいなことで、そっちが怒ってくる人が出てきちゃうから。ねえ。先、ね、先民意識、先民意識だ、みたいな人がさ、出てきちゃうからさ。はい、そしたらもうみんな、こう黙り込んじゃうわけだからな。いや、はいはい、本当にさ、にね、大変ですよ。だからもうね。 その辺をね、もう9点でぶちまけますから、はい、12月11日もチケットはね、はい、トップカラーで販売しております。はい、そしてですね、えー、11月の26日ですね、昨日ぐらいに発表になりましたかね、えー、ノアのね、プロレスのノアの若きエース、清宮君とのですね、トークイベント、医療課長特急のね、トークプロレス、こちらがですね、11月26日土曜日の御苑サウンドでありますんで、これ限定40名でですね、はいえー、プロレスファンの方ね、 ぜひちょっとお越しください。はい、まあ女性ファンも多いだろうし、男のね、ファンの方も大歓迎でね、なんか清宮選手というのはすごいイケメンでね、もう今からこれからもうプロレス界を間違いなく背負っていくね、実力もね、もうセンスも体格も顔もいいし持ってんだけど、なんとなくあんまりね、トークが今んところ苦手だっていう、なんかイメージがある,あ,あるらし、あるらしくて、別にね、プロレスはそんなトーク上手くなくてもいいんですけど、ね、あの棚橋選手がどんだけ下手だったかって話ですけどね、本当に。<laughs> まあでも、田中選手の場合はね、まあ縁があって、もともとね、知り合いだったってこともあって、ね、プロレス同好会の、あの、後輩だったってことだって、まあ、プロレスラーになる前から知ってたからね、いろんな話をね、相談して、ちょっと言えたりなんかしたんですけど、 まあ、もしね、そういうのがなんか必要だったらね、そういう全然ね、いくらでもあれになります力にもまあまあ偉そうなあれですけど、なりますし、まあこれからね、ちょっと定期的にね、もう引退された方も含めね、男子、女子、関わらずですね、ちょっと定期的にやっていこうと思ってますので、ぜひですね、あのイベントまあその、その第一弾ですね、昔ね、プロレス談話師医療科って言ってね、阿佐ヶ谷の方でね、 あの、ロフトでよくや、定期的にやってたんですけど、そちらの方はちょっと終わりましたんで、ちょっとね、えー、やらせていただきました。はい、ということでね、はい、チャンネル登録の方をお願いいたします。はい、またね、次回はちょっとあれかな、終わった後かな、まあ、そのまで、その前にね、いろんなちょっと違う動画も、ネタ動画とかね、そんな、カンドリさんとのね、あ、コラボとかもね、カンドリ忍さんとかもあげた、あ、はい、げたいと思います。カンドリさんのチャンネルに出てきましたんでね、いろんなことやっていきたいと思います。ということで、はい、医療課長特急と、 はい、リモートで立花でした。ありがとうございました。